フランツルートビヒホンデア・プファルツは、プファルツノイブルク家出身のブレスラウ司教、ボルムス司教、トリーア・ヒロツカサ教、マインツ大司教、およびドイツ騎士団総長。プファルツ選帝公、フィリップ・ビルヘルムとその妻で、ヘッセンダルムシュタット・ホーハクゲオルク2世の娘である、エリーザベト・アマーリアの間の、第九子、六男として生まれた。1683年、時計で、 ケルン・ホサ司教のボルフガング・ギョルク・フリード・リヒが死ぬと、ボルフガングが兼ねる予定であったブレスラウ司教の座に就いた。1694年には別の兄、ルートビヒ・アントンの死を受け、ドイツ騎士団総長及びボルムス司教となった。1716年にはトリーヤ大司教を兼ねる。トリーヤ大司教領を統治していた間、フランツ・ルートビヒは大司教領内の司法制度を改革し、 モーゼル側にかかる古代ローマ時代の橋やトリや、大聖堂の改修を行った。1729年にはさらに、マインツ大司教を兼ねたが、教皇は二つの大司教領を同時に収めることを禁じたので、トリや大司教の座を放棄せねばならなかった。マインツ大司教の座にある間、フランツルートビヒは大司教領の行政、司法改革に取り組む一方で、バロック様式の宮殿、 ドイッチュハウスマインツの建設をも言った。1732年、ブレスラウで亡くなり、彼のために、ブレスラウ大聖堂内に設けられた、礼拝堂に葬られた。ありがとうございます。